減塩スパムスパムはアメリカ合衆国のホーメルフーズが販売するランチョンミートの缶詰である。1937年に誕生。優れた保存性からアメリカ軍のレーションに採用され、アメリカ合衆国のみならず、米軍の進出したヨーロッパやアジアで世界的に広まった。商品名の由来について当初はホールメルスパイスドハムだったものが、 インパクトにかけるということで公募され、スパムが採用された、という説があるが、ホーメルフーズは、スパムは、スパイスドハムの略ではなく、スパムの意味はあくまでスパムであるとして否定していた。現在は FAQ で、スパムの正確な意味は、以前のごく一部の重役しか知らず、もはや知る術がないと見解を変更している。沖縄ではスパムを使ったゴーヤチャンプルーはポピュラーである。 スパムエッグご飯の例、フィリピン日本でも、沖縄県の在日米軍基地周辺では有名である。沖縄県には、米国ホーメルコーポレーション出資の沖縄ホーメルがあり、同社から県内向けに製造、発売されている。沖縄県の家庭料理、ポーク卵は、薄切りにしたスパムを焼き、卵焼きを添えたものである。沖縄県のスーパーマーケットや、コンビニエンスストア、 ワシタショップ等の沖縄物産店などで、沖縄ホーメル製品が、本土でも、輸入食品店、スーパー等では、米国直輸入品の入手が可能である。沖縄と本土では、流通経路から価格がかなり違い、一定数以上であれば、沖縄から通販で取り寄せる方が、割安になる。2008年には、米国ホーメルコーポレーションが直下に、ホーメルフーズジャパンを設立。 従来通りに伊藤忠商事が輸入元となり、同社の流通網を通じて、米国産のスパムクラシックがゼネラルマーチャンダイズストアを中心に販売されている。また、ウォルマートストアーズ参加の声優では、伊藤忠商事が日本向けに輸入した製品ではあるものの、独自のシール包装を被せる形で重布して、声優プロキュアメントが販売元となっている。 2010年3月からは関東広域圏など一部地域でホーメルフーズジャパンによる加熱調理のレシピ例を例示するテレビコマーシャルのスポット CM が放映されたスパム館のぬいぐるみキャラクタースパミー君がコマ取りで踊る内容であるなお歌は達也君が歌っている2018年から CM が外国人女性がスパム卵やスパムおにぎりを キッチンで楽しそうに作る新バージョンとなった。スパムの缶を叩いて作った軽快なビートに合わせて日常の風景を切り取った内容である。作曲は沖縄県内の DJ、プロデューサーのキズムとカーネーの共同制作である。現在米国を中心に発売されている主な種類は次の通り、スパムはサイズにも種類がある。 スパムシングルはサンドイッチ一切れ分のサイズであり、金属感ではなく、プラスチック容器に入れられている。味は、スパムクラシックとスパムライトがある。また、ハーフサイズ感も発売されている。スパムは、ホーメルフーズの登録商標である。元の名称は、ホールメルスパイスドハムであったが、 インパクトに欠けていたため、売り上げが落ち始めた1930年代に、名称が公募され、1937年7月5日に、スパムが選ばれた。イギリスの料理作家、マーガレット・バッテンは、著書、スパムザ・クックブックの中で、スパムの名前は、ホーメル副社長の兄弟で俳優のケネスデノーノが考えたもので、彼はこれにより100ドルの賞金を得たと述べている。 由来について、当初、ホーメルフーズ自身により、ショルダーオブポークハムの略であると発表されたという人もいるが、ホーメルフーズの公式サイトにこの記述はない。ただし、日本のスパム公式サイトには、ケネスが考案したことを含めて、この記述がある。この他にも、一種のジョークとして、サムシングポージングアズミート、スタッフ、ポークハム、 スペアパーツアニマルミートのようなバクロニムが考えられている。アメリカ合衆国ではスパムがホーメル製品以外の類似肉製品の呼び名としても使われることが多い。そこでホーメルフーズは商標の普通名称化を避けるために商標ガイドラインを発表しておりスパムはすべて大文字で書かなければならない。またスパムランチョンミートのように 形容詞的に用いなければならないと説明している。5 6ムのスパムには、7ムのタンパク質、2ムの炭水化物、1 5ムの脂質が含まれている。脂質のうち6ムは、飽和脂肪酸であり、1 7 0ロカロリーである。ナトリウムは1日の摂取量の3分の1に達する。ビタミンとミネラルの含有量は少なく、ビタミン A はト。 ビタミン C は1%、カルシウムも1%、鉄は3%である。調理例、スパム結びスパムご飯以下に、世界各地における、スパムに関係した事象を挙げる。ホーメル社のスパム博物館、スパムジャムホーメル社の発祥の地で本社のあるアメリカのミネソタ州のオースティンでは、スパムジャムの愛称で知られた、地方祭典があり、この中で、 パレードや景気づけに打ち上げられる花火と並んで調理されたスパムは人気がある。また、オースティンにはスパム博物館があり、スパムの街として名高い。ワイキキスパムジャムハワイのワイキキで行われているスパムジャムのフェスティバル。スパマラマ大食いコンテスト、2004年スパム料理コンテストや寸劇、コンサート、大食いコンテストなどが行われていたが、 主催者だった障害者支援団体が資金難のため活動を停止して以来開かれなくなった。沖縄県とスパムの関係は主にアメリカ合衆国による沖縄統治中に始まる。もともと沖縄本島には豚肉を好んで利用する食文化があったが第二次世界大戦末期において沖縄戦が行われた結果これら豚肉が手に入りにくくなった。 終戦直後にはアメリカ合衆国から沖縄県民に配給物資としてスパムが提供されたほか在沖縄米軍の内部で消費していたスパムの一部が市場に出回ったため沖縄県民はスパムを消費した手軽で保存性の高い缶詰の豚肉は県民に広く受け入れられスパムを含む缶詰のランチョンミートはポークと呼ばれ大量に輸入されるようになり 沖縄家庭料理に欠かせない味として様々な調理法が発達している。また沖縄県の畜肉メーカーからも県産品が発売されており、県内で飼育された豚を加工した商品の生産も行われている。日本本土と比べ沖縄県内ではスパムが安値で販売されている。その理由は複数の流通ルートの存在、復帰特別措置法による 輸入関税の優遇、沖縄県民の購買力に合わせた価格設定、より安価なブランドとの競合。さらに、沖縄ホーメルがホーメルフーズと資本提携関係にあるため、日本の代理店よりも安値での仕入れが可能であるためで、ある。スパムや他社ランチョンミートのテレビ CM も沖縄県限定で放映されている。スパムが軍における食料として、 飽き飽きするものだとされていたという話がある。これは、同製品が、比較的安価で、賞味期限も、長いことから、第二次世界大戦から朝鮮戦争、ベトナム戦争の時代を通して、連合国軍やアメリカ軍内で主食だった、戦闘糧食として、利用されたことに橋を発すると言われている。この製品は決してまずいものではないのだが、非常に塩味が濃く、 毎日繰り返し食べていると、さすがに飽きてくる。しかし軍隊はスパムばかり供給してくる。しまいには兵士たちが、昨日もスパム、今日もスパム、明日もスパム、来週になってもまだ、スパム、と、ぼやいたという。なお、第二次世界大戦を指揮した一人である、アメリカ合衆国大統領のアイゼンハワーは、同製品に対し、兵士の健康を維持し、 飢えさせないよう戦ったと評して感謝状を送っている。またレンドリース用の食料としてポークビーンズ缶とともにソビエト社会主義共和国連邦にも供与されたほかそれをフィンランド軍の兵士が露飼して喜ぶ描写が戦争映画の劇中にあるほどアメリカと違い食料供給が不安定な軍隊では好評であった。ナチスドイツは ソ連から食料を集奪し、数百万人のスラブ人を餓死させようとした。ソ連軍がアメリカ軍から提供されたスパムは、1億ポンドにも、上る。ニキータ・フルシチョフは、スパムがなければ、我が軍に食料を配給することはできなかっただろうと、語った。第二次世界大戦前、イギリス帝国は、食料の70%を輸入に頼っていた。 肉は50%が輸入だった。これが弱点と知っていた、数軸国は食料輸入路を立つことで兵糧攻めを狙った。イギリス政府は配給制度の改善のためポイント制を導入した。金銭があってもクーポンがなければ食料品は買えないのだが、米国のスパムは当初不人気だったので購入に必要なポイントが下げられた。また、 闇市でも入手しやすかった。戦後は、経済不況と、世界的な食料不足のため、かえって食料事情が悪くなり、ジャガイモすら1947年に、初めて当製品になった。イギリス政府は、食料不足を補うため、カマスを含め色々な食品を輸入した。肉は最後まで、配給対象品として残され、外れたのは1954年だった。 カマスは骨が多く油っぽいとしてイギリスの食卓になじまなかったがスパムは定着した。イギリスのコメディアングループモンティパイソンによるコメディ番組空飛ぶモンティパイソンにスパムというコントがある。内容は豚肉と煮豆とスパム、卵とソーセージとスパム、果てはスパムとスパムとスパームと,とスパームといった具合にメニューが スパムだらけの食堂で、ズンドのウェイトレスが、メニューでスパムを連呼するたびに、他の客が、スパムスパム、という歌を歌い出し、最後のスタッフロールの表記すら、スパムだらけになるというものであった。これが、迷惑行為を指すスパムの資源とされている。モンティパイソンのメンバーのほとんどは、少年時代の戦中戦後、肉の配給制時代にスパムを食べねばならなかった、世代であった。 ハッカーとモンティパイソンとの親和性は指摘されるところであり、メッセージを繰り返して何かを溢れさせるような迷惑行為を、ハッカーたちがスパムと呼ぶようになった。ザネットアビューズ FAQ では、マッドのメッセージ機能で、スパムスパムスパムと繰り返す嫌がらせを行った者がいた、という話を紹介している。ハッカーズ大辞典初版のスパムの項には、マッドコミュニティからとあり、 これを語源としているが、現行のジャーゴンファイルでは、モンティパイソンからとしている。フォールドックの記述も参照されたい。大量のメッセージングによる迷惑行為が、ネットコミュニティで最初に問題になったのは、ネットニュースにおいてであった。初のではないが、初期の有名なユースネットスパムに、1994年のグリーンカードスパムがある。 その後、電子メールでのスパム行為が、インターネット内にはとどまらない、大きな社会問題となった。迷惑メールについてはスパムを参照。歴史についての詳細は、EN、スパミングヒストリーにある。迷惑メールなどの行為をスパムと呼ぶ、社会現象に対し、ホーメル食品側は、商標の普通名称化を懸念し、 当社の商標はスパムであるとして、迷惑メールに関しては、スパムと小文字で表記することを提案、自社ウェブサイト上で呼びかけている。しかし同社は、商標名を社名や商品名に使用することは容認しておらず、スパメレスト社を商標権侵害で訴えたが、敗訴した。その一方、インターネット利用者の中にも、スパムは食えないが、スパムはうまい。 党とする愛好者も現れるに至り、インターネット経由で愛好者を増やしたり、日本ではギークが秋葉原に行くついでに、アメ横でスパム感を購入が冗談用のスタイルとして派生している。2004年4月1日には、技術情報関連ニュースサイトから、個人情報が流出、7名にスパムが宅配便で届けられるというニュースが掲載されている。スパムは、 賞味期限が製造から3年で常温で保存可能、缶詰を開けて加熱せずにそのまま食べることもできる。東日本大震災の際に、褒メる食品は、岩手県、宮城県、福島県の被災者に、スパム3万6000缶を救援物資として提供、また会社として10万ベドルをマッチングギフトとて拠出し、従業員たちから積もった義援金と合わせて、 アメリカ赤十字社を通じて寄付をした。2013年も引き続き被災者にスパムを救援物資として提供した。スパミはどのような食文化でも広く受け入れられるように七面鳥の肉を用い、栄養失調の子供を飢餓から救済するために開発された製品である。栄養支援に特化された製品でアメリカ合衆国農務省は亜鉛、鉄、ビタミン B、 その他ミネラルが強化されたこの製品をアメリカ合衆国内には流通させないように求めている。2011年に褒める食品は貧困率が50%を超える中米のグアテマラを中心に3年間で100万個のスパミーを支援することを発表した。就学前の児童160人に対し20週以上にわたって行われた調査の結果、 病気による血石が減少し、ビタミンミネラル強化製品は、統計的に有意な改善が見られたという成果を2014年に発表した。ありがとうございます。